放送の開幕戦後楽園大会はハンセンと前回放送の高知カマラと壮絶な戦いをやってのけました。この小橋健太ものすごい逆エビ固めです。ねじりが加わっています。この逆エビ固め、あの川田選手のラグステジャーマン、あるいは急降下バックドロップを受けて10分先頭不動になりましたが、それでも立ち上がってまいりました。小橋健太世界タッグチャンピオン。さあ大森とも熱くなる、大森とも熱くなる。さあ本田の動きが止まりましたよ。どうでしょうか。本田選手もこの前の井上正夫選手とアスナロハイを戦って、プロ入りシングル初勝利を挙げてるんですね。あのですね、やっぱりあの本田選手はですね、はい、あのやっぱり小橋選手とか、はい、こういう要するに強い選手、もう要するにガンガン攻めてくる選手、そういう選手とやって、それでやっぱりそのプロレスを覚えていくっていうか試合を覚えていくってことが大事だと思うんですね。そうですね、今はやっぱり勝ち負けを度外視していいと思うんですよね、はい。まあ、ちなみに勝ち星は明日なら敗、井上正雄に勝ち、大森にはジャーマンで敗れて現在勝ち点2、朝子が泉田に負け、スリンガーに勝ち勝ち点2、秋山は大森に勝って勝ち点2、大森は秋山に負けて泉田と本田に勝って勝ち点4という状況になっています。おお、これは泉田戦でも見せました。リングの中に中央に倒れている人間に対してのスライディングキック、これはちょっと考えつきませんでしたよね。そうですね、あのかなりダメージはきついと思いますよ、はい、要するにリングの外にいる場合にはですね、逃げるところがありますよね、はいはい、リングの中では逃げ場がないですね。そうですよね、これで泉田選手があの口の中切りましてね、さあ胸を張る、受ける、ね、あの桃田さん、はい、この胸の筋肉、いわゆるチョップを受ける筋肉ですね、はい、これ本田の場合もまだこれから作っていく段階ですか、それとも、そうですね、やっぱりあの、いや、まだ完全には出来上がってるんですね。まだあのこれからもっと練習して、うん、はい、もうあの徐々に徐々にやっぱり積み重ねていくもんだと思います。ってことは逆に言いますとね、まだ10のうち8、9の筋肉であるんだけども、それで彼は耐えて戦ってるわけですね。そういうことですね。それはやっぱりその過去のですね、オリンピック3回出場という、はい、その自分のプライドもあるだろうし、自力もあるだろうし、そういうことだと思いますね。馬場選手が秋山をカット、本田を救うことができるかどうか。さあ本田という声が今かかりました。若い選手ね、こうやられてて、おい本田って言われたらどんな気持ちするでしょうね。そうですね、帰るしかないですよ、もうね、やっぱり頑張るしか、そういうことですね。さあブレンバスターで返したぞ本田。でもね、桃田さん、はい、30過ぎてね、オリンピックの栄光を置いといて、はい、全くの位置に帰って、はい、これはできないことでしょうね。そうですね、やっぱり精神的にはかなりきついものがあると思いますよ。そうでしょうね、頑張ってほしい本田。さあ朝子は素晴らしい動き、大森もステップバック、朝子もフェイントに切り替えました。そしてもう1回、おお、スライディングキックといいますか、セカンドロープの間ドロップキックで打っていきました。空中殺到を縦横無尽に操る朝子、今度はコペコン、コペコンヒーローであります。朝子が躍動しております。この大森を捉えました。さあ大森、リングの中に上がらなければいけません。デビュー時に言っていました、少しでも秋山に追いつきたい、一歩でも二歩でも追いつきたいというのがこの大森の夢です。今日はその秋山とはチームを分けてそして戦っております。さあ小橋逆に振り返す、エルボーを打っていきました。大森、小橋を持ってまいりました。馬場選手も今日はよく超えています。さあ見ましょう、じっくり見ましょう。馬場選手が歯を食いしばっている、脳天チョップ、腕を手繰り寄せた、振る返るジャイアントコブラ。かつて幾多の名勝負、幾多の強豪もこのコブラで葬り去ってまいりました。ジャイアント馬場伝統の技、これを投げ返すんです。驚きました。馬場選手腕が長いんで痛いタッチができてしまいます。さあローリングクレイドル、小橋健太の網にかかってしまいました。何回回すんでしょうか、これ止める。大森選手よりも先にカットに馬場選手が出てきちゃうんですね。驚きました。桃田さん、はい、馬場ハンセン組があのこれはファンの夢です、はい、マスコミの夢です、はい、世界タッグ行ってもいけるんじゃないかって声があるんです、
当然、まあ、あのチャンスはあると思いますけどね、と思いますがね、果たしてどうなりますか。本人は謙遜しておりますが、いけるんではないか、夢のコンビをこう目に胸に刻み込んでおきたいというふうに思います。さあ秋山と本田、この顔合わせが非常に今日は多い。やはり両選手意識しているのか。かつて川田選手に蹴られに蹴られたその秋山、ストンピングに蹴りを打ち込んでいきます。そして浅子もこれに続きます。さあ大きい本田を抱え投げる浅子悟、お正月のジュニアバトルヘビー級、ヘビー級のバトルロイヤルでは優勝、見事50万円を獲得。あの時ね、桃田さんも出てましたよね。そうですね、胴上げして落としていましたね。でも本当浅子選手嬉しそうでしたね。大いに自信をつけてまいりました浅子。さあ大森が飛び込んでまいりまして、激しいカット合戦が続いております。しかし捕まっているのは本田です。この窮地を脱しなければいけませんが、気合いもろともこのブレンバスター、ここで落とします。やや垂直落下気味、どうだ、甘い、カウント 2.5。 本田頼ん、あと一頑張りです。飛び込んで回転エビ、まだタッチができません。秋山です。もう5分近く捕まっています。本田頼ん、しかしこの秋山にしろ、本田にしろ、大森にしろ、それからもちろん小橋にしろ、大きいですね、体格がね。あーバックロー、明日のメインイベントは勝ちです。それを守るジャイアントも割れてまいりました。脳天チョップを打っていきます。水平チョップ、桃田さん、ああ変わっていきますよ。なんで馬場選手、まあ今年のことはあまり言いたくないんですが、あバックドロップ、ここまで攻め、ここまで耐えるんでしょう、はい、やはり若い頃の修行、そうですね、訓練ですかね、もうそれ以外ないと思いますよ。財産ですね、ドロップキック、ミサイルキック、しかしまだ馬場表情余裕があります。いけます、飛ばすケントが出ます。あの札幌大会を思い出します。あの時は三沢小橋組と馬場半戦組引き分け30分。おーっとこれはすごい、ギロチンドロップ、小橋が2人いるようだ。馬場選手これを返します。ロープに飛びます。馬場さん16番だ、あーっとラリアット打ってしまった。ジャイアント馬場の大きな背中、3年プロレスを引っ張ってきた背中。さあ飛ばしがムーンソルト、それぞれがカットに入った、打った、まさか、2.5、飛ばし選手、ここまで馬場選手を追い込んだの初めて見ましたね。いやーすごい攻撃ですね。そして超スライ、新しい超スライ、鎌田が正規軍に移りました。新しい超スライ、結束は抜群、前にも増して抜群、飛び込むラリアット、秋山打っちゃえ、馬場さんも頑張れ、両方応援したい16番。いやーいい試合になってきた、思い切って2ドロップ、トップロープから落としました本田。さあ今度は馬場君のチャンスです、馬場チームのチャンスです。エルボーからカウントスリー、最後はアスタロ選手、大森が取りました。いやー桃田さん、馬場選手が取るんではなくて若い人の
スで決着がついた。そうですね、まあ、これはやっぱり、馬場さんがもう耐えに耐えて、はい、うまいところで要するにチャンスをつかんで、はい、大森君にタッチして、はい、それでやっぱり、なんですかね、やっぱりチームワークで勝ったって感じですね。そしてその前にはよく本田が耐えましたですね。そうですね、まさにチームワークの勝利、これがタッグマッチという馬場大森本田の勝利であります。最後大森高雄が3カウントを取りました。